なんだと。私はドラゴンの女王だった。話は今から約400年前に遡る。このイシュガルにドラグノフという王国があった。また西の大陸で人間が襲われたらしい。ドラゴンにか。お、西のドラゴンどもには知性というものがないらしいからな。賢竜ベルセリオン様、視察から戻られたのですね。西は想像以上に厄介なことになっておるの。アイリーンはおるかね。はっ、女王様なら中庭の方に。アイリーン。ベルセリオン、戻りましたの？顔色が優れませんわね。西のドラゴンは人を食い尽くす。やがて我々の住むイシュガルにも来るだろう。もはや止められんかもしれん。ドラゴンが人を食らうなど。イシュガルではそんな思想自体があってはならぬ。我々は人間と共に歩んできた。ええ、人間もドラゴンの知識と力と共に歩んできたのです。本来人とドラゴンは共存できるというのに。西のドラゴンの思想が海を渡ってきたら、人とドラゴンの関係は壊れてしまうのでしょうか。そんなことはさせんよ。人間は我々が守る。これが後に竜王祭と呼ばれる戦争の始まり。そう、ドラゴンの優しさから始まった戦争だった。400年前だと。その姿で。その辺はおいおい話す。面白くなるのはここからよ、エルザ。それにドラゴンスレイヤーのオチビちゃんにとってもね。私の国は代々人とドラゴンが共存し共に歩んできた国。イシュガルにはそんな国がいくつもあった時代だった。これは不可術、エンチャントと言います。木の棒に鉄以上の高度を与え、一時的に能力を高めているのです。すげえ、これでドラゴンたちを強くできますね。この戦争勝てるぞ。戦況は芳しくなかった。西のドラゴンの物量に加え、イシュガルでも人との共存を望まぬドラゴンが敵対したせいもあった。
アイリーン。ベルセリオン。負ける。そうですか。人間を守りたいという気持ちは今でも変わらぬ。たとえどれだけの同胞を失ってもこれだけは。なぜあなたはそこまでして人間を。昔命を助けられた話はしただろう。今は亡き先代にだ。いいえ、その恩には十分に報いたと思います。私に仕え、人のために戦え、それでもあなたはなぜ。アイリーン、お前を守りきるまで恩を返せたとは思えない。私は生涯をかけて。ベルセリオン、うん、私にも戦わせてください。何をバカなことを。敵は人間ではない、ドラゴンだ。人の力では何人束になろうとドラゴンには勝てん。ある秘術を思いついたのです。あなたのドラゴンの力を私に付加できないでしょうか。ドラゴンの力を人間に。悪しきドラゴンと戦う力、滅竜魔導士ドラゴンスレイヤー。お前が編み出した魔法だと。そうよ、私はドラゴンスレイヤーの母。全然体温が戻らない。頑張って夏。夏、ねえ目を覚まして。夏。もう滅竜魔法を編み出したのはアイリーンさんという人なんだってアンナさんが言ってました。ウェンディ、いつの間に。あ、心の中でいちいち驚くなよ。さっきからみんなしてよ、俺が死にそうな原因を教えてくれるんじゃなかったのかよ。知るかよ、俺はてめえが自分で思い出すための道しるべだ。もうすぐそこですよ、ナツさん。